国鉄機械58系機動車ほのぼの3イン、うん、ほのぼの3イン。手前が、キロ29551、奥が、キロ59551ほのぼの3インは、西日本旅客鉄道が1987年から2009年まで。JR 西日本米子支社では国鉄から紹介した、和式機動車、触れ合い3インを保有していたが、 これに続く2本目の和式機動車として1987年に落成した。基本構造はふれあい3人に準じており、キハ58系機動車を改造し、和室を主体としつつ、洋間をも設けている。改造工事は、後藤車両所により実施されている。キロ59、551、キロ29、551以下の2両編成で構成される。車両番号の横の内は、 旧車両番号。二両とも定員は36名で、グリーンシャいである。車体側面では、前くらいの出入り口扉と、戸袋窓、最後部の客室窓1枚が塞がれている。これにより出入り口は、後方の1カ所のみとなっている。車体の地色は、白色とし、側面後部に、JR 西日本のコーポレートカラーである青色の、濃淡3色の斜めストライプを入れている。 最後部の連結面寄りのストライプの塗り分けはぼかし、仕上げとなっている。また車体裾と、前面窓上も青色に塗装されている。先頭部の貫通扉の層下にヘッドサインを設置している。キロ59-551は、改造主車が後期製造のモデルチェンジ車であるため、運転室前面窓が側面まで回り込んだパノラミックウィンドウで、前面下部に、 スカートがついている。運転室よりの車単部を除き、一旦に通路を設けた畳敷きの和室となっている。客室の最前部には洋間を設けている。洋間は、絨毯敷きとし、ソファとテーブルを設置している。触れ合い三院に比べて、洋間の面積は縮小された。また、触れ合い三院では、和室と洋間の間には仕切りを設けていなかったが、この方の三院では間にスライドドアを設け、 和室と洋間を完全に仕切ることができるようにしている。天井は木目化粧板に張り替え、蛍光灯は従来の取り付け位置のままグローブ付きに変更している。窓の日よけは従来のロールアップカーテンに変わり、和室部分では横引き式の障子が、洋間部分では横引きカーテンが取り付けられた。客室最後部には床の間を設け、ここにカラオケ機器、ビデオ、モニターテレビを設置している。 床の間と、便所、洗面所の間には冷蔵ケースを設置している。用間と運転室の間には更衣室と物置を設けている。また、キロ29551では洗面所が撤去され、男子用証便所が設けられた。台車、走行機器は変更されておらず、従来の DT22C e 型台車、d m h 1 1 7 h エンジンのままである。冷房装置、 冷房電源も従来の AU13、A 型分散式冷房装置、4VK 発電用エンジン DM83、型発電機のままであるが、最後部の冷房装置1台が撤去された。落成後、後藤総合車両所に配置され、1987年11月1日より営業運行を開始した。単独での運用のほか、触れ合い3院と並結して運行されることもあった。 2007年7月6日に、ふれあいさんインのキロ59506とキロ29503が廃車となった後、残ったキロ59505と編成を組んで運用されていたが、2008年7月にキロ59505が検査期限切れとなり、その後は単独での2両編成もしくは、キハ47型機動車を1両連結しての3両編成で運用されていた。 老朽化のため、2009年10月から11月にかけての土日に運転されたありがとうお座敷ほのぼの3院と11月28日から29日に運転されたさよならお座敷ほのぼの3院での運用をもって引退したありがとうございます。